闇の炎に抱かれてしはい、どうも、前回上げた動画の伸びが悪すぎて絶望した男、カイトです。皆さんのおかげで前回上げた動画に高評価がめっちゃついてくれて、非常にありがとうございますではあったんですが、動画の伸びがなぜか悪い。なんで動画が伸びなかったか、明日までに考えといてください。って、本田圭介に言われて一日考えたところ、わからへん。悩みすぎた結果、昨日夕方の11時まで寝てました。ってことで今回はアンパンマンの最強キャラランキングについて紹介しながらツッコミしていきたいと思います。それでは、どうぞ。メロンパンナのあれとして作られたロールパンナ。戦士として作られたため戦闘力はかなり高めです。新体操で使うようなリボンを武器に戦います。得意技はローリングハリケーン。その力は強大で巨大な竜巻を起こすことができます。いや、リボンで猛烈な自然災害引き起こしてんだけど、竜巻起こせるとかそういう次元の問題じゃないと思うんだけど、リボン強すぎワロタ。まだ正義の心と悪の心を2つ持っており、悪の心に支配されるとブラックロールパンナに変身することもあります。もうこういう中二病設定も満載。もう誰がホクロでかいやねん。アンパンマンと対決することもあり、元気100倍アンパンマンを圧倒することもあります。てか元気100倍アンパンマンってなんかやら、赤ちゃんの姿をしたキャラクターで空腹になれば泣きますし、蝶々を追いかけたりと精神的に未熟なところはあります。ただ戦闘力においては絶大な力を持っています。巨大カラスチを素手で止めたり、巨大メーカーを圧倒したりします。また力自体はアンパンマンよりも強いのではないかと言われています。赤ちゃんの設定ぶち壊しすぎだろ。子供の夢どこ行った。ミスターインクレディブルに出てくる赤ちゃん並みに強くなってんじゃん。また作者の柳瀬さんの、赤ちゃんにはどんな人でも優しくなり、言うことを聞くことから一番強いという発言から最強説も存在します。かわいいわ、正義来たね、これ。まあ俺は心が汚れてるんだね、全然この程度じゃ気持ち揺らがねえけどね。にゃにゃにゃ、ナンパスー。闇の谷に住む巨大な女王で、手のひらから出す光線で何でも黒く塗りつぶすことができます。黒く塗りつぶされたものは銅像のようになって戦闘不能に陥ります。地上の光を浴びることで元の姿に戻ることができます。いや18位にして強すぎなんだけど、逆にここから上のやつこれ以上の化け物なの、やばすぎない。俺としては名前の中二病感が良きですね。燃えてきたぞ。巨大な力を有するため、普段はガラス玉の中に閉じ込められています。封印が解かれると巨大な本来の姿に戻ります。お前はエクソディアか。解放されると最強系キャラね。クラスにいる普段あんまり怒らないけど、ブチ切れた時めちゃくちゃ怖いやつパターンね。教えてよ、教えてよ、その仕組みを。茨城黒バラはやつって攻撃を仕掛け、植物を枯らす力を持っています。なんか見た目がたまにいるファッションセンスが絶妙になさい、ババア。ホラーマンの強化版です。バイキンマンとドキンちゃんと一緒に行動しているホラーマンはいつもひょうひょうとしていて全く強そうには見えませんよね。そんなホラーマンが呪いによって強化された姿です。ホラーマンくん、いつも君を見ていると思い出すよ。僕の中学の頃に痩せすぎたやつについてたあだ名。大体痩せてるやつホラーマンや燃やしてあだ名つけられがち。全身が氷でできた巨大な鬼で、その息で吹雪を起こして攻撃を仕掛けます。吹雪にさらされたものは氷漬けになってしまいます。また再生能力も目を見張るものがあります。再生能力はなかなかチート。何このジオストームって映画に出てきそうなやつ。これもう誰も倒せるやついねえわ。みんなこいつ1位にしようぜ。熱が弱点であり、ラーメン天使など炎タイプのキャラクターにあっさりやられることもあります。弱点に弱っ。ポケモンの相性みたいな感じで瞬殺されるんかい。基本はアンパンマンの新しい顔を用意するための車両ですが、戦闘面でもかなりの活躍を見せています。必殺技のノーズパンチを繰り出すことができ、新兵器かまど砲車は氷の女王を一瞬で溶かすほどの威力を持っています。攻撃の仕方が独特なんじゃ。この魔法でめちゃくちゃ強い攻撃繰り出すのじわるからやめろ。まだ仲間だった雪だるまも巻き添えで全滅にしてしまうという恐ろしい兵器でした。まさかの仲間もやっちゃってるんだけど、味方的容赦ない感じがある意味強いね。全身が氷でできた女王で、巨大な体から吹雪を起こすことができ、敵を氷付きにすることができます。さらに氷の杖からは光線も出て瞬間移動もできます。最後に関してはお前そう悟空か。アンパンマン、バイキンマンも氷の女王の恐怖を知っているため、むやみに近づくことは避けています。これも相当嫌われてるよ。高校の頃人 2,3 人殺しちゃったとか陰で噂されてるタイプのやつ。映画夢猫の国のニャニーで登場したメインキャラです。登場時は赤ちゃん猫でしたが、劇中最強の敵ムーマと対峙した時に急成長。アンパンマンを撃退したムーマを翻弄していました。敵を倒せる年齢まで大人の事情で強制成長させられた猫。てか名前が壊滅的にダサいの、なんとかしろ。竜巻状の砂嵐でできた巨大な魔王で、その巨大な力は砂男も恐れを抱くほどです。通常は地中に埋もれた虹のピラミッドの棺の中に封印されています。もうカービィのコック川崎だろこいつ。後半へ続く。はい、というわけで今回は前回の続きでお悩み相談が全然解決できてないので、続きのお悩み解決少しやっていこうと思います。それではどうぞ。さ
最近体育大会の練習中に江戸川意味がわからんぽっていうオタク語が出てきた後に闇の炎によって死にそうになるんですけど、どうしたらいいですか？いや、どういうこと？意味がよくわからなすぎて2回読んだわ。まあとりあえずカイト君に見つけばいいと思います。相談です。僕には小5の弟がいます。弟は急に大金を持って帰ってきました。なぜ持ってるのか聞くと理由を言わずに部屋に戻っていきました。カイトさん、僕の弟になりきってなぜ大金を持って帰ったか教えてください。あ、それ僕があげました。はい、後で大人になったら僕に返すように言っといてください。はい。カイトさんが好きすぎて困ります。責任取ってください。俺も好きだよ。でも好きは好きでも君が好き。好きは好きでも君が好き。はい、卵を君だけ追加です。なるほど。うまくパンツを食べることができる方法を教えてください。いや、まず食べる必要ないだろう。食べ物じゃないからそれ。最近カイツさんの動画が面白すぎて家でブリッジしながら見てます。このところ家族に見られ頭のお医者さんに見てもらおうかしらと家族会議の話題になっています。どうしたら頭のお医者さんのところに連れて行かれないようになるでしょうか？今すぐ頭のお医者さんに行ってください。もう俺の動画見てることのなすりつけ感がすごいわ。なお、この相談はフィクションです。ふざけんな。友達がもう一人の友達と仲良くなって構ってくれません。めっちゃ悲しいです。もうなんならカイツさん構ってください。いや、なんか誰でもいいや感覚で俺を選ばないで。悲しくなってくるからさ。お前リアルであったらゴムパッチンの系な。トイレで晩飯って変ですか？何があった？ひょっとしていじめられてます？僕は食べたことないね。高校の頃ずっと机の隅で弁当ぼっち系出しちゃったけど。シェアハピしてー。最近いろいろありすぎて疲れました。どうすればゆっくり休めますかね。あ、あと学校の先生の髪型とかスカートの丈のチェックが細かすぎてイライラするので闇の炎で燃やしてしまっていいですか？先生のイライラの巻き込み方がパワフル。髪型でイラつくのはどうしようもないね。今度から俺がスカートチェックするわ。もう一度総理大臣になるにはどうしたらいいですか？おいずりさん、一度終わったものはもう戻さないんですよ。だからこそ今を大切にして当たり前の日常を生きていくことが大事だと思うんですね。最近殺人事件も多くて事件的に結構話題になっていますよね。こういう事件を防ぎたくても防ぎようがないことが多くて、いつ何が起きるかわからない状況だからこそ周りの人と毎日毎日愛して好きだと伝えて一緒にいる時間を大切にすることしかできないんです。たまにはネタばっかじゃなくてこういう真面目なことや思いも動画として皆さんに伝えたらいいなと思いました。モーニング娘が好きなんですけどどうしたらいいですか？すいません、僕全然オタクとかじゃないんでアイドルとか見ないんです。すいません。実は今日振り返った瞬間に左足の親指がでっかい瓶に当たったんですけど割れたんですよ。どうやったら左足の親指がめっちゃ硬いガラスより弱くなりますか？ちょちょちょ、いい感じ。ちょ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 、いい感じ。おいもしてー、仕事してー、歴史刻んだ地球。ちょ、何映してんだよ。ちょちょちょ、いい感じ。ちょ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 、いい感じ。仕事してー、仕事してー、歴史刻んだ地球。話が止まんない。いや、今すぐティッシュ鼻にぶち込んでー。今月は今日の動画で最後となりますが、皆さんご視聴ありがとうございました。それじゃあ最後はいつものエンディングよろしく。最後まで見てくれてありがとう。
少しでもいいなと思ったらチャンネル登録よろしく。それじゃ次の動画でな。またな。